ラストを返すぞ赤坂。ということで、おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も普通な僕と普通じゃない僕の友達、実況プレイ始めていきたいと思います。前回は白羽祈り先輩が正式に部活に加わることになりました。で、結構そのイサムさんとマリさん、新庄マリさんにこう警戒されたままの状態なんじゃないかな、どうなんだろう、打ち解けたのかなっていうちょっと微妙な感じなので、今回どういうお話になるのか楽しみですね。早速始めていきましょう。ということで、その先生からテストを返されるところですね。雨宮、いいだ。モブキャラの顔がすごいもうすぐ夏休み入るけど、新学期始まってすぐにまたテストあるからな。赤点取ったやつは後で赤点を取ったやつは後で夏期補習の手続きに来るように。臨海学校の半決めを押しとけよ。モブ臭がすごい。お疲れ様です。突然新しいグラフィックが、鬼塚先輩が死んでる。ちょっとスクショしよう、これ面白い。オッケー。あ、待ってマリさんも死んでる、面白いな。ちょっと新庄さんどうした、スクショスクショ。はじめくん、お疲れ様です。鬼塚先輩と新庄先輩が死んでいる。新庄さんは総合得点があと1点足らずに学年2位でした。今までの中で一番惜しかったですね。うるさいわね。もうたった1点じゃない。全教科満点とかどうなってるの。全教科満点でへえ。文系科目は得意なので、理系科目をちょっと頑張れば満点も夢じゃないんです。そうなんですね。鬼塚先輩はもしかして3位だったんですか。鬼塚くんは、まあプライバシーに関わるので本人からどうぞ。赤点ですか。何も言うな。はい。補習の課題お手伝いしますか。うるさいわい、自分で何とかする。そのために補習ね、待つた。なんだ今の、そのための補習ってやつじゃろ。確かにおっしゃる通りです。それにお前からはやめておく。あら、悪いの。いいえ、お言葉にしてくださるだけでも嬉しいです。最初の頃みたいにギスギスはしなくなったけど、まだまだ先輩たちの距離が遠い気がする。そうね。何か3人が仲良くなるイベントはないかな。仲良くなってもらうためにカラオケに行く、臨海学校の話をする、スマホゲームを進める。あ、でも今回その臨海学校の話になるんじゃない、なんか先生も言ってたよね。じゃあ臨海学校なんだとしたら、ちょっと話をそらさせたいからスマホゲーム進めてみよう。普通な僕と普通じゃない僕の友達とかどうすかね。スマホゲームとかみんなで一緒に始めてみませんか。スマホゲーム、私あんまり課金とかはできないけど、みんなで一緒にゲームやるのはいいですね。どんなゲームなんですか。IB です。 IB は簡単操作で楽々読める今流行りのチャットノベルゲーム。はじめ台本が見えるんじゃが、コミュ障の少年と、おっとり天然系で人の話を聞かないお姉さんと。おーい、
少年が開発した自律型学習 AI IB との交流を描いた心温まる感動系ハートフルストーリー。まあ素敵。果たして2人、いえ3人はどんな未来を、全部は無料で遊べちゃう IB はこちらから絶賛ダウンロード可能。まだ遊んでない方はぜひ遊んでみてください。そういうの知っとるぞ、 CM というやつ。はーい。というわけで早速遊んでみましょう。ポチッとな。アイビーコミュ障の俺が選んだ未来好評配信中。そう、もう思いっきりステマどころか大魔ってやつじゃない、ダイレクトマーケティング。ちょっと今は実況中なので、なんだ宣伝かにしときます。広告を見ると間違った箇所の直前からやり直せます。あー、え、何、どういうことこれ。あ、一回区切んなきゃいけない、わかった、ちょっとやり直します。はい、戻ってきました。あれもゲームオーバーなんですね。じゃあスマホゲームダメだったんで、まあ普通に臨海学校の話します。カラオケに行くって言ったって多分またゲームオーバーになる気がするんで、臨海学校に行きましょう。うん、違う、臨海学校の話をしましょう。そうだ、もうすぐ臨海学校がある。高校生は合同で合宿に行くし、僕たち4人で班を組めないかな。でも断られたらどうしよう。今仲良くできてないんだし、無理やりこんな提案をしても、いや、ダメならダメでいいんだ。まずは提案してみよう。その上でダメなら仕方がない。うん、まずは行ってみよう。あの、ん？そういえばもうすぐ臨海学校がありますよね。あ、そういえばでしたね。もしよかったら部活メンバー4人で一緒の班になりませんか？いいぞ。いいわ。いいですね。なんで？俺は構わん。そういえばそんな催し物あったの。私もこのメンツなら変に気を使わないだろうし。私も賛成です。生徒会として動くこともあるので、すべて一緒というわけにはいかないかもしれませんが。あれ白羽、そもそも臨海学校とはどんな活動なんじゃ？ではでは、臨海学校はですね、高校生同士の健全な交流を促し、共通の目的やイベントごとをこなすことによって、うわーうわーん、あ、味噌田楽一緒に説明聞いちゃう？なんだかみんな意外と楽しみにしているのかな。ふーん。第5章出撃臨海学校。あれ、前も同じようなタイトルだったんじゃない？まあいっか。という感じで、ワクワクドキドキ、高校生同士の甘酸っぱいイベント盛りだくさんの学校行事なんです。はあ、本当か。それはいかんな。え、なんでですか？俺は生野菜と焼肉と焼き魚以外の料理は作ったことがない。それは料理って言わない気がするんだけど。ちなみに調理実習時はコンビニには行けないのでご注意ください。ズルはダメですよ。特に私たちは人間の生活を学ぶ立場なんで、料理に関して理解を深めましょうね。新庄先輩もお料理作れないんですか？そんなことないわよ。そうなんですね、よかった。ちなみに白羽先輩、お料理は？はじめくんにヒントです。天使は特に食事をしなくても生きていける種族です。頼みの綱は新庄先輩だけってことですね。不安だ。僕もいつもは料理をしないけど、臨海学校ではしっかり新庄先輩をサポートしないと。
新庄、早めに正直になり。このままだといろんな意味で大惨事になる未来しか見えないですね。まあそれが醍醐味なんですけど。うるさいわね。あんた天使だからって関係ないって顔して。あんたには他人事かもしれないけど、私や鬼塚にとっては大事なことで。おい新庄、さっきから面白がって本当は、他人事なんかじゃありません。はじめくん、新庄先輩、確かに白羽先輩は天使で食事が必要ないかもしれませんが、でもだからって手伝わないなんて一言も言ってないです。その白羽先輩の性格が嫌いならそれは仕方がないと思うんです。でも天使だからって種族やその人の変えられない特徴を理由に嫌ってしまうのはやめてあげてください。新庄先輩が本気で言ってないことは分かってます。でもそれでも言葉にしたら、それをちゃんと受け止めて悲しいなって思う人もいると思うんです。私、その、はい、ジュンジュン、大丈夫です。え、私はちゃんと新庄さんの気持ちもはじめくんの言いたいこともわかります。だからいいんです。新庄さんに謝罪を求めているわけじゃありません。じゃが、はじめくんもそうですよね。そうです。白羽先輩はどんなにまずい料理ができたって一緒に食べてくれます。ですよね、白羽先輩。もちろんです。ほら新庄先輩、だから不安に思うことはないです。僕も全力でサポートしますね。分かったわよ。二言はないな。くんじゃぞ。はい。よし、楽しみじゃの、臨海学校。ええ、とっても楽しみです。そうですね、私も頑張っちゃいますよ。いい感じじゃん、そのまま仲良くなっちゃいなよ。ん？何よ、そんなに楽しみ？いや、メンバーも増えていろんなことをしてきて、はじめもなんだかいい意味で変わったのと思ってな。楽しみじゃ、臨海学校。私もなんか楽しみ。おお、いいじゃん。では野外調理実習を始める。今回は初めて料理する者もいるだろう。今回は初めて料理をする者も多いだろうし、定番のカレーを作ってもらう。炊飯器がないからルーと同時進行でご飯を炊かないとルーだけで食べることになるぞ。はい、じゃあ各班開始。モブキャラ、よしやるぞ。Tシャツだけになった。結局その豚の T シャツのままなんだね。あら、新庄さんのジャージ姿かわいいね。あら、はじめくんもかわいいね、なんかね。白羽先輩、生徒会の仕事はいいんですか？あら、ありがとうございます。綺麗だね。でもつい先日、理事長先生が研修からご帰校なさったんですよ。あの無駄に話が長いやつ？とりあえず私は今まであった理事長権限も返還してしまったので、仕事の量は少なくなったんです。
嬉しいような悲しいような。いいんじゃないかの。その分お前も楽しんだらええ。あ、そうですね。今回はみんなで沖縄に来たんです。楽しく勉強して、楽しくいろんなことをして、この4人でたくさんの思い出作りましょうね。そうですね。よし、はしゃいじゃいますよ。白羽祈りにお任せです。いいね、新しい BGM だね。さて、私はどれを担当しましょうか。肉や野菜を切る人と、ご飯を炊く人と、サラダを作る人と、火を準備する人がいるので。多少大雑把じゃが、肉や野菜を切るものとサラダを作るもの、ご飯を炊くものと火を準備するものに分けたらどうじゃろうか。うん、そうですね。お互いにペアを組んで、わからないことを共有し合いましょう。三橋くん。はい。ペア、ちゃんと考えてね。そうですね。ここからの選択を間違えると、僕たちは、絶対に間違えられない。どういうことだよ。なんで、何、死ぬの？カレーなら僕も作り方くらいなんとなくわかるけど、一番重要視しなきゃいけない工程は、重要な工程は、ご飯？あ、カレーの重要視しなきゃいけない工程？じゃがいもの、芽の部分を取るとか、そういうこと？だから具材？ちょっと具材やってみるか。なんか怖いんだけど。ああ待って。これゲームオーバーでしょ。僕はどこで間違えてしまったんだろう。カレーにおいて一番大切なこと、それは具材ではなく、つやつやふっくら優しく具材を受け止めてくれる白米。カレー初心者の僕たちにはきっとそれが必要だったのだ。先生。なんだ？生徒会長のとこの班の全員お腹を押さえてうずくまってまーす。なんで、カレーリゾットって嘘ついたんですか？カレーリゾットになったらなって、ただのお前の願望じゃろ。お父様、祈りはもうすぐそちらに。言っちゃダメです、白羽先輩。アナザーエンド。そんな、こんな終わりあるんだ。待って、面白すぎるでしょ。そっか、やっぱご飯の方が大切なのか。ちょっとじゃがいもの芽取らないとダメかなって思ったんだよ。じゃあちょっとやり直します。はい、戻ってきました。まさかね、まさか突然ゲームオーバーになるなんて思わなかった。もしかしてさ、これ選択肢結構ある中でさ、こう一個一個間違えたら別なエンドがあるってことかな。だってさっきカレーリゾットだったしね。まあ、とりあえずご飯を選択します。そう、ご飯。いや、具材も気をつけなきゃいけないけど、白米なくしてカレーは成り立たない。つまりご飯係の人の指名をミスしてしまうと、美味しい夕飯にならない。なんか難しい顔しとるの。真剣ですね。よし、このメンバーの中で一番しっかりご飯を炊いてくれそうなのは、3人の中から選ばなきゃいけないの？自分じゃダメなの？まあ
さっきさ、新庄ちゃんにやらせて、多分カレーリゾットになっちゃった。多分さっきは、その新庄さんにやってもらって、カレーリゾットになっちゃって、お腹壊してたから、ここはちょっと、ワンチャンかけて祈り先輩。マリちゃん、新庄マリちゃんはちょっと、危険人物ですね。よし、白羽先輩お願いします。あら。真顔になるんじゃない。よかった。新庄は露骨に安心したような顔するんじゃない。そうですね。わかりました。天使の本気、見せちゃいますよ。よろしくお願いします。どう、先生、生徒会長のとこのグループがカレーじゃなくて、めっちゃくちゃでっかいカレーパン作ってまーす。なんでパン作ったん？なに？あの材料からどうやって作ったんだ？本当だ。なんで？油で揚げてる。え？普通のカレーパンよね。白米どこ行ったの？ねえ。お水の調整を間違えまして。お父様、どうかご慈悲をって。ひざまずいて祈ったら。祈ったんかい。ぐちゃぐちゃのお米が、全部焼きたてのパンに。とにかく、いただきましょう。そうですね。まあ、べちゃべちゃの白米よりは。まあ、いただくか。いただきまーす。僕はその時、生まれて初めての経験をした。見た目は焼きたてほかほかのパンなのに、口の中の感触は生炊きのお米という。蒸気を逸した食感を経験して、意識を手放したのだった。マジ？あんなに美味しそうなパンなのに食べたら米なの？やばすぎる。アナザーエンド。待って、これ、イサムさんを選択するのが正解だったの？本当？はぁ、マジか。意外。ちょっと、やり直しまーす。おっと、はい。ちょっと待ってね、じゃあ。はーい、三度目の正直。まさかのイサムさんか。はい、じゃあお願いします。イサムさん、鬼塚先輩にお願いしよう。鬼塚先輩、一緒に火の周りの番をお願いします。え、俺でいいのか？俺は刃物の扱いなら心得ているが。いえ、以前山で一人暮らしをしていたって言ってましたし、火を起こしたりするのってできませんか？ああ、造作もないの。任せろ。よし。ねえ。はじめくん、私包丁握ったことがないので、できたら火の番がいいな。そうなんですか。ええ、だからペアを。はじめくんは新庄さんと一緒の方が。ちょっと待って。え？嫌だなんて言ってないでしょ。ただ、この前のことがあったし、あんたと何話していいかわかんないから。だから。
もう、新庄さん、素直じゃないんだから。うわあ！抱きつくな！大丈夫です。今日の私は真剣ですからね。みんなで美味しい夕飯を作るために頑張っちゃいますよ。当たり前よ。美味しくできなかったら承知しないからね。いい感じ。なんだかうまくいきそうですね。うん、気まずくなると思ったが、これで安心じゃな。よし、じゃあそれぞれお願いします。わからないことは何でも聞いてください。あう、うん、おいいじゃんいいじゃん、仲良しじゃん。いただきます。おう、今度こそ、今度こそうまくできたんじゃない。うん、ご飯がいい感じじゃろ。俺の山ごもりも役に立つ時があったんじゃな。サラダも具の野菜も食べやすいですね。あ、人参が花の形だ。あ、それはそれは新庄さんが切ってくれたんですよ。う、ほう、へえ、すごいです。新庄先輩、手先がとっても器用なんですね。ま、まあね、そういう、なんていうの、物を細かく切ったりするのって、薬を作ったりするときにやったりするから。だからこんなに綺麗に切れるんですね。食べていてとっても楽しくなります。ありがとうございます、新庄先輩。よしよしよすよす、やめて、撫でないで。あら、かわいいじゃん、かわいいじゃん。なんだこの関係。よかった、調理実習は大成功ですね。あら、まだ臨海学校とっておきのイベントが残ってるじゃないですか。え？なんだろう。おっと、はい、というわけで毎年恒例肝試し行くぞー。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー、まさかね、今回で2回も、あれ ?3 回 ?3 回もバッドエンドに行くとは思いませんでした。まあ、そのおかげでね、肝試しする時間なくなっちゃったんですけど、その次回にちゃんとね、じっくりやっていけたらなと思います。というわけで、次回に続きまーす。ご視聴ありがとうございました。おつぴよでーす。